歩きました。疲れた。5時ちょうどに来ましたが、すでに1名様ご来店してました。あ、お座敷ある、座ろう。着丼。これはさすがに無理。推定 2.5 合のチャーハン。半ラーメンで普通盛りサイズ。豚さんのカツカレーはご飯 1.5 合。あ、チャーハン美味しい。爆盛りだからって侮らないでください。ラーメンも普通に美味しい。
ラーメンを豚さんにお裾分け。チャーハンもお裾分け。紅生姜苦手なので息のかかったところ全部あげちゃいます。これが限界。あとはお持ち帰りします。豚さんは余裕で完食でした。気になるお店見つけた。